こんにちは。ただいまおりますのは北海道旭川駅ですが、これから特別急行サロベツ1号稚内行きに乗車します。発車まで時間がありませんので、それではオープニングからどうぞ。それでは改めましてご紹介いたします。今回乗車しましたのは特別急行サロベツ1号稚内行きです。旭川を出ますと、ワッサム、シベツ、ナヨロ、ビフカ、オトイネップ、テシオ長川、コロノベ、豊富、南稚内、終着、稚内の順に停まります。通常この特急サロベツというのは、キハ261系の0番台というのが走っております。ですが、先月10月29日まではこの紫色の車両、同じくキハ261系でも5000番台という、そしてラベンダー編成という名前のものが宗谷本線に充当されていたらしく、図らずも乗ることができました。こちら5000番台の大きな特徴は、観光向けに特化した車両であることです。 JR 北海道が1編成20億円くらいかけて作った自信作ですから、通常の0番台と比べると大きく異なるわけです。例えばこの車両にはラウンジ車両があります。通常特急サロベツは4両編成で走りますが、このラベンダー編成になりますと、ラウンジ車両がくっつきまして、増結5両編成での運転となるわけです。で、また各座席にコンセントや肘掛けから取り出すタイプの、こちらのようなテーブルがあることも、違いであります。通常 JR 北海道の、ほとんどの車両は、普通の自由席ですとか指定席だとコンセントがないんですね。コンセントにありつけるのはグリーン車だけとなっておりますから、これは大変便利なことです。で、また大型の荷物置き場も設置されました。今回は北海道ラブという観光キャンペーンの関係でしょうか、先頭や側面に七高生の北海道省のステッカーが貼られております。また前面にはフルカラー LED の画面がありまして、ヘッドマーク、特急サロベツのヘッドマークがよく再現されています。これは鉄道マニアとしては嬉しい話です。それでは乗車していきましょう。最初の通過駅、旭川余城です。宗谷本線というのは最果てのローカル線という印象が強いわけですけれども、旭川というのはやはり大都会ですから、旭川駅もそれからこの旭川余城も高架駅となっています。続きまして新旭川を通過です。この駅からは石北本線が分岐します。石北本線は上川、遠軽、北見方面へ参りまして、網走まで至る路線です。特急大雪とか特急オホーツクなどが走っております。ご覧のようにどんどん奥に分岐していますね。列車が急に減速を始めました。まもなく長山の駅に到着です。長山は特急列車の停車駅にはなっておりません。しかし止まります。これは調べたところによると、長山の駅でですね、並速という列車が正面衝突をするのを避けるためのシステムがあるんですけれども、これの仕組みが少々変わるということで、下り稚内方面行きの列車は全て長山で止まらなければならないということになっているそうです。まもなく北長山を通過。畑のど真ん中というものすごいロケーションですが、ここはまだ高校生の利用がそれなりにあると聞きます。
現在走行中の旭川から名寄の区間は2000年頃に高速化事業というのが実施され、線路の改良工事が行われました。その結果、最高速度はそれまでの95キロから130キロへと向上しました。その後 JR 北海道の不祥事や事故が相次いだことから、安全路線に切り替わりまして、最高速度が120キロへと落とされましたけれども、それでも機動車特急でありながら電車特急に引けを取らない揺れの少ない板点ぶりには定評があります。先ほどから車窓を後へ後へと飛んでいく黒い物体がありますけれども、これは落ち葉です。秋の深まりとともに、この列車のスピードの素晴らしさが垣間見えます。まもなくピップを通過。ピップと言いますと、ある一定以上の年代の方にはピップエレキ版の CM で有名かもしれませんね。聞こえた？まもなくランルを通過です。ランルというのはアイヌ語で下る道を意味するそうです。確かに稚内方面から来ると下る道となります。これはつまりこの先に峠があるということです。宗谷本線有数の難所、塩狩峠です。まもなく塩狩の駅を通過です。塩狩峠といいますと、三浦綾子先生の塩狩峠という小説が大変有名なところですが、私は残念ながらそれを読んだことがありませんから、それなのにコメントを何か申し上げるというのは僭越というわけで、この辺りでとどめさせておきたいと思います。春は桜の名所として有名な塩狩ですけれども、秋のもみじも大変美しいございます。ただいま最初の特急停車駅ワッサムに到着し、また発車するところであります。ワッサムはワッサムっていうね、布団が吹っ飛んだレベルにつまらないようなダジャレの聖地みたいな扱いを受けているのかどうかは定かではありませんけれども、これは冗談ではなくて、このワッサムの街は盆地のような地形をしておりますから、真冬の最低気温が氷点下30度ですとか40度ぐらいまで下がるような本当に寒い街と聞きました。またその寒暖差を活用しまして、かぼちゃの栽培が大変盛んなようです。平成24年度の作付け面積では日本一を記録したそうです。宗谷本線では今年春のダイヤ改正により12駅ほどの無人駅が廃止となりました。今通過しておりますこの物置のような小屋がありますけれども、ここは東六線という駅の跡地であります。今のが待合室ですね。北海道では開拓時代に農地を区割りした関係で、南線とか南郷とかそのような名前がよく散見されます。駅名でも昔は西一線とか16号線とか文線とか、そのような駅名がいろいろあったんですけれども、おそらくこの東六線をもってその線シリーズは全てなくなってしまったものと思われます。ただいま通過しましたのは剣淵の駅です。剣淵町は絵本の里として町おこしを行っているらしいんですが、どうして絵本なのかはちょっとよくわかりません。列車は間もなく志別に到着です。この駅には売店と立ち食いそば屋があるらしく、私も一回食べてみたいんですけれども、まだ一度も降りたことはありません。また志別市はサフォークランド志別というキャッチフレーズのもと、羊の牧畜に力を入れているようでして、このように駅にもたくさんそのような感じの看板が掲げてあるんですが、ここね、アルファベットで書くんだったらようこそじゃなくてウェルカムにした方が良かったんじゃないのと思うんですけれども、ここにはなんとなくバブルの残り画みたいなのが感じられます。
列車まもなく風蓮を通過です。風蓮町は隣の名寄市と並んでもち米の名産地として有名だそうです。続きまして、一つ話題のある通過駅、東風蓮をご紹介いたします。東風蓮は近くの高校の最寄り駅として通学客によく利用されている駅なんですけれども、そこまでの距離が 1.6 キロほど離れていて、ちょっと遠いわけです。しかもその高校は線路沿いにあるということで、じゃあ高校の目の前に駅を移設してはどうだろうかと、これ調査しました結果、現在の利用客に加えて新たに50名ほどが今後利用してもいいかなと、そういう芳しい結果が出たということで、移転することとなりました。現在目下工事中です。来年の3月のダイヤ改正をもって、この東風蓮は北に 1.6 キロほど移転しまして、名寄高校という駅名に改称される予定となっています。側線が何本も連なるかなり広い構内の駅にやってまいりました。名寄に到着です。名寄からは2つの路線がかつて分岐しておりました。一つ目がオホーツク海側の主要都市であります門別を経由して遠軽に至る名寄本線で、もう一つが JR 北海道有数の秘境路線として知られました幌加内を経由して深川に至ります新名線の2つが分岐しており、交通の要衝としてかつては大変栄えた駅です。現在はその両方とも廃止となってしまい、宗谷本線の単なる途中駅の一つとなってしまいましたが、それでもやはり名寄駅の駅舎が多数運行されているところを見ると、交通の要衝としての役割はまだ王子に比べると控えめになってしまいましたが、ちゃんと果たしているのだなと、そういうふうに思います。ここ名寄では車の半分くらいの客が降りていきました。ここから先、宗谷本線の流動人口はますます少なくなります。それと反比例するように、沿線地域の過酷度は1ランクも2ランクも増すわけです。名寄から先は線形が悪いままですから、これまで通りの高速度は出せないんですけれども、それでも思ったよりも頼りがいのある走りぶりです。名寄を出まして最初の通過駅は日進です。同じ名前の駅が埼玉の川越線にありますけれども、名前は同じでも姿、形、環境まるで違います。この辺り現在はひたすら紅葉の美しい場所ですが、もともと池塘という駅がありました。昔は集落があったので駅が設けられたのですが、その後集落が完全に廃村になりまして、駅だけが残ったという状況です。その駅も2006年に廃止になりました。末期が冬場になると雪が積もって除雪もされないということで、全列車が通過となっていたそうです。大変な秘境駅です。続いて北星という駅を通過いたします。こちらも今年の春3月のダイヤ改正で廃止となった駅です。この北星集落は過疎化が大変に進みまして、現在はおばあさまがわずか1人お住まいになっているそうです。また北星駅はその板張りホームや待合室が大変趣深く、北星という哀愁漂わせる名前も手伝いまして、大変人気のある駅でした。私も廃止の直前に訪れたんですけれども、その時の動画は現在諸事情により非公開となっています。これもリメイクしてまた投稿しようかなと、そのように思っている次第です。ちょっと飛ばしまして、次の停車駅ビフカに到着です。結構な数の旅客が降りていきますね。ここビフカからはかつて日本一の赤字線として知られました美幸線というのが、同じくビフカ町内のニュープまで分岐して進んでおりました。残念ながらすでに廃止となっております。この美幸線というの、漢字で美しい幸と書くんですけれども、これに由来しまして、現在の美深駅の駅舎の上にはですね、みゆきの鐘というのが設置されております。これが15時ぐらいになると記憶しておりましたから、じゃあ鳴るのかなと思って、
ドアのところで待機していたんですが、残念ながら鳴ることなく発車してしまいました。いや残念だなと思っていたら、この列車が到着したのが14時51分だったんですね。9分間に合わなかった、残念です。いやこの美光線というのは、美深の美とオホーツク海側の町であります江差市の幸、これを結んで美光線というふうになって計画されていたんですが、残念ながらほとんど路盤は完成していて、線路もあと敷くだけだったと。それなのに廃止となってしまいました。国鉄の赤字が原因です。当時の美深町長はですね、銀座に出向きまして、大量の美光線の切符を販売するというなかなか斬新な存続運動を展開したんですけれども、その甲斐むなしく廃止となってしまいました。私も一回乗ってみたかったものです。沿線にはところどころ白樺林が見えます。白樺林といいますと、高原列車は行くの一節を思い出します。明るい青空、白樺林、汽車の進行方向左手側に手塩川が見えてまいりました。太陽光を反射して、この黄色いもみじとともに黄金色のような輝きを放っております。そういえばこの特急サロベツには車内販売がありません。それどころか自動販売機もありません。車販は JR 北海道からすべて消えてしまいました。合理化のためです。旭川から稚内まで乗り通しますと4時間以上もかかる旅路ですから、乗車する前に飲み物と食べ物をたくさん買い込んでおかないと干からびてしまいます。ただいま車掌から停止信号の案内がありました。まもなく列車は豊清水信号場に停まります。この豊清水信号場というのも、今年の3月のダイヤ改正までは駅として旅客を扱っておりました。駅周辺半径500メートル以内に家が全く存在しない、人もいないという大変な秘境駅でありましたから、これはまた人気の高い駅だったんですが、諸行無常というわけです。ホームが短くなってる、驚きを隠せないカメラの動きでございます。いやまあ、ね、本当はもうちょっと長い2両編成ぐらいが止まれるホームがあったんですけれども、真ん中に本当に削られちゃってね、必要最低限しか残されていませんでした。これは残念だ。にわかに町らしくなってまいりました。まもなくオトイネップに到着です。ここオトイネップからはかつて電北線という路線が分岐しておりました。オホーツク海側を経由して再び南稚内にて合流する路線です。かつては急行天北といって、そっち経由で稚内に向かう急行列車も走っていたほどです。その重要な分岐点ということで、ここオトイネップは鉄道の町として大変に栄えました。しかしながら現在は確か人口800人ぐらいの村になってしまったのかな。北海道で一番人口の少ない村となっています。最近では村立の高校、北海道オトイネップ美術工芸高等学校といったが、そういう高校があるみたいで、ここが北海道唯一の工芸科を置いている学校、道外からも広く志望者を集め、美術工芸の知識技術をしっかりと学ぶことのできる学校だそうです。この高校に入学すると大抵の生徒は寮に入るわけですけれども、そうするとオトイネップ村に住民票を必ず移さねばならないそうです。そういうわけで確か人口の 15% ぐらいがその高校の高校生ということになっていまして、これが村の活性化にもつながっている、そういうふうに聞いております。またオトイネップといえばオトイネップそばの説明は欠かせません。オトイネップそばというのはそばの甘辛も含めて引いたそばでして、真っ黒なんですね。そば独特の香りが楽しめる一押しの一品となっております。このオトイネップそばに関してですが、ついこの辺までこの駅に存在しました立ち食いそば屋ですとか、いろいろと話したいことはあるのですけれども、またもうすでにオトイネップ駅を出発してしまいましたので、また次の機会とさせていただきます。オトイネップを越えると期間距離がだいぶ長くなってまいりまして、より一層秘境感が増してまいります。現在通っておりますのは上地渓谷と呼ばれるところ。
雄大な天塩川に沿って鉄路は幾度も U 字カーブを描きながらうねりうねり次の天塩川を目指します。上地渓谷の雄大な天塩川を堪能できるのは進行方向左側の車窓です。それでは私が座っております右側はどうなっているのかと申しますと、こうやってひたすら木々が連なっている、ただそれだけであります。しかし私が佐呂別に乗車しました10月中旬はちょうど紅葉の盛りでしたから、このように赤色、大々色、黄色と色とりどり大変にぎやかな車窓で、秋が来なかったのが救いです。上地渓谷ね、もうなんか想像以上に長かったんですけれども、いよいよそのゾーンも終わりを迎えまして、列車間もなく佐久の駅に到着いたしますというか通過となります。長野県に佐久市というところがありますが、それとは関係ございません。何やら車窓に倒壊寸前とおぼしき建物がずらずらと並んできまして、本当にこの集落は大丈夫だなと思ってしまうところですが、反対側を見ると意外とそうでもありません。むしろこの佐久の集落は他の特急列車が通過してしまう集落よりもはるかに栄えたところです。2000年まで宗谷本線に特急列車は走っておりませんで、当時は急行列車が走っていたんですけれども、そのうちの一つ、稚内発札幌行きの急行宗谷がただ1本止まっておりました。上りの急行は止まるんですけれども、下りの急行は1本も止まらないんですね。どうやって帰ってくるんでしょうか。途中で普通列車に乗り換えだとそういうことでしょうかね。夕焼けに照らされまして、もみじがより一層赤々と生えて映ります。枕草子が秋は夕暮れとおっしゃっておりましたけれども、これにはハゲドウです。ハゲドウというのは激しく同意という意味のネットスラングなんですけれどもね。ただ枕草子が褒めていたのはカラスですとか、カリとか風の音とか虫の音みたいなそういうものでございますから、もみじのことは特に言及されておりませんでした。これは枕草子と私の間で観点がちょっと違ったということになりますが、まあいずれにしても秋は夕暮れで、これは同意と、それは変わりません。その根幹のところは変わりません。いろいろと話しておりましたら、まもなく次の駅に着くというところになりました。天塩中川に到着です。この天塩中川の駅は中川町の中心駅であり、また特急停車駅でもありますから、それなりの乗車人員がいてもいいと思うんですけれども、なぜかあまり伸びておりません。 JR 北海道の特急停車駅としてはおそらく乗車人数が最も少ない駅となっていたかと思います。その数なんと1日9人です。10人を割っています。先ほど紹介しましたおといねっぷの方が自治体の人口は少ないのに、駅の利用は天塩中川よりも多いというんですから、これほど不思議なことはありません。ただいまものすごい勢いで通過しましたのが土肥干別の駅です。この土肥干別の特急が通過する集落としてはそれなりの規模を誇るところ。最近では若い世代の方々がゲストハウスを開いたり、あるいは食堂を開いたりと活発に活動しており、地方活性化の観点から個人的に注目していきたいホットな街であります。続きまして、これまたスーパー秘境駅としての地位を確固たるものにしました。ぬかなんの駅を通過いたします。一瞬なのでよくご覧ください。いや、これですよ。待合室が淀港の物置っていうね、内地じゃ絶対に考えられないようなそういう素晴らしい一品です。ここぬかなんの駅ではクリスマスになりますと鉄道マニアの方々が自主的にここに押し寄せまして、クリスマスパーティーを毎年開いているそうです。ものすごくエクストリーム的なイベントですね。宗谷本線唯一のトンネルを抜けますと、まもなく小野府内の駅を通過となります。この小野府内は駅前通りがゴーストタウンと化したところで有名です。これは地元の幌延町が公式ホームページで観光資源として紹介するほどのお墨付きを与えていますから、こうやってゴーストタウンとしてけなしても大丈夫というわけです。
列車は間もなく幌延に到着しようというところ、ここ幌延からはかつて羽幌線という路線が分岐しておりました。これは日本海側の羽幌を経由して留萌に至る路線です。沿線の石炭産業とニシン漁が栄えたことにより建設された路線ですが、残念ながらそれらも衰退しまして廃止となっています。ちなみにこの幌延町は町内に宗谷本線の秘境駅をたくさん抱えているということで、できる限り保存しまして観光資源として生かそうとしております。これについてはいろいろと賛否が分かれるようですけれども、個人的には大変斬新で面白い取り組みだなと好意的に受け止めております。そして一鉄道マニアとしては大変ありがたいことです。奥にね、雪印のロゴが見えまして、こんな幌延に工場を持ってたんだと、本当にこれは初めて知りました。驚きましたよ。宗谷本線は基本的に牧草地帯と生の自然がひたすらパッチワークのように続きまして、それで忘れた頃にポッと街が出てくると、そういうのがずっと続くわけです。次に止まります駅は豊富、そして豊富町に到着です。豊富と書いて豊富と読む、大変縁起のいい名前ですけれども、この豊富町はラムサール条約にも登録されておりますサロビツ原野と、それから油混じりのお湯が特徴的な湯治場としても名高い豊富温泉、この2つを観光の2本柱に据えているそうです。またこれは東北ではどこでも言えることですけれども、酪農も大変に盛んでして、北海道を代表するコンビニセイコーマートの牛乳はこの豊富から出荷されております。今通過しましたのは徳光駅の跡です。これも今年の3月のダイヤ改正で廃止となりました。先ほどの豊富からこの徳光まで豊富と徳が満ると書いて、大変縁起のいい切符が人気だったそうです。こちらは兜沼の駅、駅の裏手に兜沼という沼がありまして、キャンプ場がございます。駅直結の大変便利なところです。秋の日は鶴瓶落とし、ご覧の通りもうすっかり真っ暗になってしまいました。今ですね、バッカイという駅を通過しているんですけれども、何を映しているのかさっぱりわからないといった惨状です。このバッカイというのも今年の春のダイヤ改正で本当は廃止の予定だったんですけれども、地域住民が徹底的に稚内市と戦いまして、これでなんとか廃止を免れたと。そして現在は駅存続のためにクラウドファンディングを実施しまして、計画以上のお金を集めることができたそうです。これ大変鉄道マニア的にはめでたいことです。完全に真っ暗になってしまって、手持ち無沙汰も限界というところになってきたところで、希望の光が見えてまいりました。久方ぶりに見た街の明かりです。これは感動的ですよ、本当に。豊富の駅から実に30分以上かけまして、ようやく南稚内の駅に到着です。南とついておりますけれども、稚内市の実はこちらの方が中心市街地に近い駅となっております。地元の方の利用が結構多いように見受けられました。
宗谷本線を乗り通すのは、これが初めてでしたから、ワクワクしながら行ったんですけれども、さすがに宗谷本線を舐めてましたね。本当に遠かった稚内は。それだけに、達成感もひとしおです。稚内に到着。ご乗車ありがとうございました。日本三国間の駅終点稚内駅到着です。久保田さんです。今回は使えませんでしたけれども、ラウンジカーはこのようになっております。ファミレスみたいで綺麗な内装、コンセントを使い放題です。秋の盛りの宗谷寺はいかがでしたでしょうか。現在の北海道はおそらく紅葉も終わりまして、これから冬支度といったところかもしれませんけれども、現在 JR 北海道では北海道ラブ6日間周遊切符なんてものを販売しているようでございます。これは1万2000円で JR 北海道の全ての路線が乗り放題という夢のような切符でございますから、ぜひこの機会に訪れてみてはいかがでしょうか。なお北海道ネタでございますが、まだいくつかございます。これはおいおい出していくことにいたしますので、どうぞお楽しみに。30分以上のまた長編動画となってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。